よし、じゃあ続けていきましょう。ダートマウスからこんにちはというところで、あ、これでもいいか。裏でいろいろと、回ってきました。で、まあいろいろ店で買い物とかもしたんで、こんな感じでどこに何があるかっていうのが出るようになっております。で、こっちは、右下のところにね、ベンチマークあるんですけども、そこで、お店を発見しまして、前回ボス倒して手に入れた、ダッシュ能力ね、あれで生きるようになった場所でお店がありまして、どうやら、チャーム、装備品ですね。あれを売ってくれて、で、チャームの持ってる個数に応じて、スロットを増やしてくれるアイテムを売ってくれる、まあ結構重要な店も行けました。あと、こっちか。あ、こっちに行くか。で、こっち、忘れられた交差路の、ここの、下のところね、道があるの、実は別のマップに繋がっておりました。こっちの下にある、宝石の森やったっけと同じような感じで、まあ、次のとこ行けるって感じですね。なんで、これ、今行けるところ全体になってます。行けるところ全部埋めました。で、まあ、左の方とか、こっちも、真ん中のなんかエレベーターがあった、縦線入ってるマップね、の左側とか、まあ、ここの右側のところとかは、まだ行けないところっていうので埋まっております。あ、でもこれ店の、右下の店の横は行けそうやな。で、ここはまた、行きましょうか。先を見てくるか。このタイプのさ、ダッシュ速度が速いの当然の違いなんなんやろうな、ほんまに。前も言った気がするけど。ここダッシュできるようになってましたと。で、マップ的にはここ、あ、上の左か。なんか道があるっぽいんやけども。うん。でもこれ、なんか東方行ってる人ね。このとお店開いてまして、ここです。チャーム、装備ですね。買うことができます。あ、これいるな。これをいくつか買うと、チャーム10個で入れたらチャームスロット。ね、18個でチャームスロット、25個でチャームスロット。こんな感じで、スロット売ってくれますと。まあ、スロット、チャームを持てば持つほどはスキルスロットが食えるって感じですね。まあ、実際スロットね、あればあるほどチャームつけれますし、チャーム結構有用なのが多いんでね、大事にしていきたいですね。ちなみに1個買っております、スロットの方は。で、そう、宝石の森やね、下行って。あ、そっちが宝石の森？あれ？ってことは、同じ場所か？緑のところから行けるのも宝石の森やったよな。繋がってんのかな、じゃあ。やったらいいんやけど、ここで下に行ったら、はい。宝石の森にやってきました。よいしょ。なんか謎の風船くんがね、出迎えてくれますけれども。あっつっつ、ほいほい。この謎のキノコくんとか。下に行くとこいつはこんな風に奉仕攻撃を出していきます。あれね、緑の森にもおったよね。攻撃すると奉仕出してくれそう。いった、こいつも一歩するか。はい、復活しといて。ほい。じゃあ、下方面に復興院で行きましょう。よいしょ。これまま下に行って、こういける感じかな。いけるな。あー、なんか死んでる。左側もなんかいける。下見行きましょう。おー、なんかおる。休める場所か。こそこそと通り抜けようとしてるものだ。匂いでわかるからな。足を食らうもの。ブスの名前。あ、お前なんか左に転がってるやつ足がない。うん、銃をたくさん持っているか。10億。そうすればいいものを見せてやる。いくら ?86。あ、全然いいやん。やるやる。ハム。ほら、欲しいか。本当にどうしようって交換しなくて、もっと銃をよこすならな。なに?あー、チャームか。はいはい。めっちゃ貴重品だぜ。綺麗なチャームだろ。お前のために作ったの。体力がぐっと上昇する。上限アップかな。天才のエクボ、
とりあえず強打ちゃんジオンとか増えないこいつも。ああなるほど、ジオ手に入るお金の数上昇か。これ買っとくでしょ。で体力上昇もいるから買っときましょう。お金がどんどんなくなるね。で休んどきましょうね。あでもこそこそ通り抜けをしたっても無駄だって言ってるからなんかあんのかな。左、ちょっと待って、これ行かれへんのか。ってことはこの水を通れる何かが出てくるってことかな。今後これ抜けてからか。ああなるほど、関係ないか。こっちも関係なさそう。よいしょ、ほい。一応壁殴るね。右になんか進めるっぽいね。じゃあ左。なんかおるー。うわー、と、敵かこいつら。結構、あー、残るタイプか。あー、きついな。あー、そうか、これすぐに元気に。おー、と、起き出したー。アックス、上からの攻撃向こう。あ、マジで、マジ。よいしょ、オッケー。よいしょ、ほい。よいしょ、こうか。よいしょ。近寄ったら、だんだんしてくるから。あ、無理。一体倒したのに。まずここで倒す。オッケー。よいしょ。よし。この間に体力回復させておいて。よし、オッケー。あとはもうこれでオッケー。お、なんかくれた。チャームスロット。あ、スロットくれた。ラッキー。あ、そうやね。こういう時は、一体を速攻でぶっ倒すのが早いね。あ、スイッチ開いたね。オッケー。ここはこれで、通りの対応。こっち右側は？いった。あーなるほど、射撃一発、通常攻撃一発か。ここはキノコ系の敵が多いよね。よし、まあさっきしこたま買い物したから、まあ倒して稼げるんですか。お金稼いでいきましょうね。足りないな、マジで。こうかな。あ、これなるほどね。胞子を撒き散らしながら回ってるから、その胞子も当たるダメージか。まあでも、これでお金は結構でかいのかな。よいしょ。安定して枯れるようになったら強いって感じかな。で、戻ってくる感じか。オッケー。いや、追尾せいか、しかも。お、あった。おー、トバカスケ。危ねえ。おお。よし、おっと、そこにもおんのか。いっぱいいろんなものがあるね。探索楽しいね。
コーニファもおるし、左に行けば、スタグさんがおる。あ、こっちか、はいはい。おお、なるほど。新しいギミックが出たってわけか。よいしょ、こうか。いや、むずくね。上の方にもいるな。オッケーオッケー。じゃあ一旦先にコーニファーから地図買いましょう。こっちか。おお、バカ小さいなと思うよ。ちょうどいいところに来た。ちょうどこの毒々しい洞窟の地図を描けたところだよ。ナワレ式の強い連中多いんだな。相手連中はなるべく避けた方がいい。下に降りたところで体が細くて奇妙な生き物がいて泳いだ。死に思ってるようだった。うん。じゃあ、チーズ食うださい。スタグー、まあ、とりあえずスタグ行きましょう。霧の渓谷。ああ、そっか、霧の渓谷ってあれか、前のやつか。ね、オッケーオッケー。じゃあ、とりあえず。スタグ駅に行きましょうね。よいしょ。に女王の駅とやらがあると。あ、そういう専用マップなの。へえー。おお、君は。ゴア。帽子の中を突き抜け、巨大なすぐの駅を発見するとは、こんな口にこのようなものを建造するとは、アローネストの虫たちも大したものだ。危険な獣たちもまだここには救っていないようだ。一休みするのは良い場所だな。ここから先は、霧の渓谷。ああ、なるほど、なるほど。あれやね。あの、緑のところから行けるところね。だから、こ下が2つ繋がってる感じか。オッケー。なんかおる。おお、出てきた。見ろ。食べ物を求めてここに来たの。私の頭の上には小さくて変わったキノコが入っている。どうやらこの駅の中にしか入ってこないみたいで、ものすごく美味しい。この場所はかつて中立派な住居地点だったんでしょうね。霧に住まれた土地と、近隣の育つ土地に阻まれて、でもどっちの土地にもなんだか危険そうだか、私はここにいることにした。少なくともこのキノコがあるうちは。それだけ？いやいや。ああ、そんなか。はい、はい。じゃあねー。うちは？ああ、なるほどね。ここがスタグの駅なのか。需要はどんどん高まっていくね。女王の駅があって、ここに来て。はいはい、トイレですね。ピン。また王国を始めて嬉しいわいと。わしの心の中でスタグの道が再び動いておいてんだ。その中心もっと駅の駅。ああ、いろいろ駅を。向かさせてくれということね。オッケーオッケー。じゃあ。とりあえず、改造しただけで、用はないんだ。よいしょ。これよ、気になってたの。あー、でも、あかんかー。なるほどね。こう、こう。これ、やってみたいことがあって、こう。あ、無理か。じゃあ無理だ。壁にジャンプ的なのができるようになるわけやね。なら。そしたらこれが取れるようになると。あれなんなんやろうね。
とりあえず、とりあえず右側を見ていく感じかな、一旦は。もしくは、見つけた虫の反対側にも道があるから、そこに行くかやな。よし。とりあえず探索探索。質問でしょう。で、これ出て倒す。あ、無理。危ない。マジでこのボンバーだし、えぐい。とりあえず一回倒したけど、これ攻撃したらこうなるもんな。まあ、でも巻き込んだら倒せんのか。いや、割に合えへんすぎんな。こっちやね。ここは下は、あれやから。嫌われんね、しつこいのは。ういで右側に行ける。特に下は何もないよね。ほい、また上になんかあった気がするけど、まあいいや、一旦行こう。なんかありそうな気がする。そんな気がするな。明らかに金属系。ああ、なんもないか。はい、体力と引き換えに。下に道があると。これが安全な処理やな。これ左側はあれか、OK です。じゃあ先右行きましょう。数すんな見通し。お、休めるところ助かる。よいしょ。長老の記憶とともに、あ、休むんじゃなくて調べるところか。畜生ピンチはまだないと。あう、無駄落ち。さよなら。なんか絶対チューブつけてくる感じなんだが。